自民党の小池百合、萩生田百合子のことです。詐欺罪にさらに罪を重ねます。郷原さんが小池百合の落選運動に立ち上がりました。演説の一部分ですが、聞いてください。当然のことながら国賠訴訟で東京都は負けました。警視庁は負けました。それを控訴する判断をしたのは誰なのか。小池百合子都知事です。警視庁は頭が上がらないじゃないですか。都知事にあんな無茶苦茶なことをやってて、国賠訴訟で負けても控訴をさせてくれるわけです。この小池百合子都知事の政治権力をこのまま野放しにすれば何でも可能になります。皆さんが払っている保税、そして東京都の多くの企業が払っている地方法人税、こういったものの収益は莫大なものが東京都に入っている。それを全て使う、決定する権限を持っている都知事です。そんなものを都民のこういう人たちにいい思いをしてあげよう、いい思いをさせてあげようと思えば、いくらでも予算を使えます。ビジネスでは先を行くことが大切。リアルタイムデータで生産性を分析してビジネスを。しかしそれだけではないんです。神宮外苑の再開発だって坂本龍一さんがあれだけ残りいくばくかしかない命をなんとかその中で必死に訴えて、神宮の森を伐採しない、自然を守ってほしいという声も一個だにしない。なぜなのか。それは都知事の権限で自分の取り巻きの官僚たちを三井不動産に14人も天下りさせ、そんなことをやっててですね、手のひらを返したように神宮外苑の再開発はやめます、自然破壊はやめます、木は切りません、そんなことが言えるわけないじゃないですか。小池都知事の権限はこれからもどんな方向で使われていくか分かりません。この次のこの都知事選で小池百合子候補に投票し参戦を果たさせるということは、それだけ危険なことなんです。東京都民にはそれをノーという投票するプラチナチケットが与えられているんです。夢夢これを無駄にしてはならない。今回の落選運動を行うことを、昨日私 YouTube で告知しました。運動を行うとき必ず使ってきたのがこの床敷きチラシです。皆さんにこの落選運動で訴えていることを興味を持ってもらいたい、手に取ってもらいたい、そういう気持ちで作っているのがこのチラシです。落選運動のチラシは郷原さんのホームページでダウンロード。